つでもどこでもグリーンオン、この番組は、グリーンがお届けする、ラジオ的 YouTube ですね、今回はルール初級編、まあ、実際にラウンドする中で使えそうな、ルール変更っていうのをちょっと抜粋して、紹介したいなと、思ってます。パッティンググリーンについて、これは大きく変更点が3つあります。ピンを抜かなくても OK になりました。これ今までは、ピンを抜かずに打ってしまって、入ったり、ピンに当たったら2打罰だったんですよ。でこれが、ピンをそのまま抜かなくても OK になったと。なのでこれものすごくプレーファーストにつながるルール改定だなってすごい思います。まあやっぱ後ろのね、組が結構追いついてきてるとか、まあそんな時、まあけどどうなんですかね、正直毎回抜かないってわけじゃない気がするんですけど、どういう風になるのか分かんないですけど、まあ基本は抜くんですかね。基本抜いて、まあけどちょっと進行が遅くなった時とかに抜かないくなるのかな。ちょっとこれやってみないと分かんないですよね。毎回毎回抜かずにそのまま打っちゃうってことになるのかな。なんかで僕はちょっと今までの癖っていうのもあるんで、なんか抜いちゃう気がしますね。はい。どうなるかちょっと楽しみです、これは。で、これ二つ目です。損害箇所、修復できる。例えば今まで、ライン上の修復ってできなかったんですよね。それが、可能になったということですね。まあ、例えばスパイクの傷とか、まあ、動物などによってできた、まあ、跡とかそういうのが、直せるようになったと。なのでこれやっぱりパターってすごいデコボコ左右されるじゃないですか。例えば前の首の人たちの、ね、やっぱりボールの跡があったりとか、もう直してくれればそのまままっすぐ出るのにとかっていう時もあるし、やっぱりこれはマナーとして直してあげるのが一番いいですよね。それがあればやっぱり転がり、ボールの転がりっていうのも良くなるし、自分の思った通りに打ったら入ることも増えるんじゃないですかね。はい。であとこれ3つ目、まあ僕これ今まで結構あるんですごいありがたいルールなんですけど、誤ってボールを動かしても無罰。これすごいですよね。例えばパターでアドレス入るじゃないですか。ちょっとちょろって触っちゃったとか、それが無罰になるんですよ。ただし、ボールをリプレースしなきゃいけない。なので、ちょろって触ってしまってもちゃんと元の場所に戻さなきゃいけない。でもう一つ条件があって、誤ってなんで、わざとやっちゃってリプレースはダメですね、もちろんね。誤ってちょろって触っちゃったっていうのであれば、無罰で OK っていう感じになりました。まあパッティンググリーンに関しては結構僕には利益がすごいある改定じゃないかなってすごい思ってます。これに関しては皆さんも多分これ覚えとくといいと思いますよ、パターンに関しては。はい。YouTube ネームレフティの AB 型さん、すんごいですね、レフティ、いいですね。ゴルフ始めて1年ちょっとなのですが、いろいろとわからないことがあります。例えばジャケットの着用だったり、半ズボンの靴下の長さだったり、ゴルフ場のホームページ記載が あったりなかったりしているので、実際のところ現状はどうなっているのか知りたいです。イメージとしては名門と言われるゴルフ場以外は意外と厳しく言われないのかなと思ってます。まあこれに関して服装ですよね。まあ例えば、ゴルフ場に行く服装、まあ、ラウンドする服装、まあどっちもだと思うんですけど、まあ
レフティの AB 型さんが言ってるように、僕やっぱり昔と比べるとやっぱり緩和されてきてるんじゃないかなってすごく思うんですよね。なんかものすごく堅苦しいイメージあったじゃないですか昔、まあ、僕が例えば小学生とか、まあ、うちの、まあ、親父もゴルフするんですけど、なんかゴルフ行くときジャケット着てって何が楽しいんだよってすごい思ってましたけど、まあ、実際やるってすごい楽しいんですよ。けど、まあ、そういうのもやっぱり少なからず今は緩和されてるんだと思います。だから僕もホームページ見ますね。なのでジャケット着用って書いてあるところはジャケット着用で行きますし、まあジャケット着用って書いてなくても、まあ襟付きのもの、というのはまあ着ていくようにはしてますけど、まあさすがに T シャツジーパンとか 100% ないですけど、まあ襟付きのもので、まあ普通にズボンだったら僕はいいんじゃないかなって思ってます。まあ個人的意見ですこれ、正直申し訳ないですけど。あとまあプレー中かな、プレー中の半ズボンの靴下の長さ、これも、ホームページに書いてあるところはあるんですよ。で半ズボンで、ハイソックス履かなきゃいけないところ、まあ少ないですけどね。僕は基本的に半ズボン、まあ多分レンジャーみんなそうだと思うんですけど、だいたいくるぶしソックスでハイソックス履いてるのは見たことないですね、レンジャーの中でも。まあけどそれも、まあゴルフ場のホームページを見て、いろいろ僕は調べてます。ハイソックスなかなか履かないっすもんね、ハーパンで。やっぱりけどウェアもやっぱ昔と比べたらすごいおしゃれなウェアってすごい増えてきてると思うし、なんかゴルフも一つのおしゃれだよ、可愛いウェア、まあ まあ、もちろん男子もそうだけど、特に女子なんかのウェアはすんごい可愛いのたくさんありますからね。だからそういうのがなかなかやっぱ緩和されてきてんじゃないかなってすごい思います、これに関しては。でちょっと僕一回この、FTAB 型さんに関して、まあ、ちょっとコメント返したらもう一個コメントが来て返してくれたんですけど、他には他の人ってどんな感じでゴルフウェア探してるか知りたいです。予算に上限がなければ難しくないのですが、実際にはなかなかお金の、捻出ができないので、特にお金をかけているところとかかけてないところとか意識してるなら知りたいです。あ、僕はあんまり正直ウェアあんまこだわってないですね。で今例えば、まあ、プロのゴルファーでも、まあ、ユニクロが例えばウェア提供してたりするじゃないですか。で正直ユニクロで全然いいと思いますし、それはやっぱりまあ個々のね、やっぱ財力とか絶対あると思うんで、まあうちのレッドはやっぱお金持ちなんでいろいろねいいウェア買ってますけど、多分僕は全然あんまりこだわりないです。もう安いポロシャツでも全然いいと思うし、まあけどやっぱルールに従ってっていう感じですよね。うん、だからそんなにどうなんですか、イエローとか、まあレンジャーで撮影するときって、まあ、大体当たり前のように、まあ、みんないろいろ着てるんで毎回大体一緒なんですよ。それしかウェア持ってねえのかよって思われるんじゃねえかなっていうぐらいそんな感じなんで、はい。けどまあそこはまあどこまでそのものにお金をかけられるかっていう、まあ、人それぞれ多分違うと思うんで、全然僕はユニクロでいいと思ってます。ユニクロすごいかっこいいのもありますからね、おしゃれなのもありますしね。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。恵比寿ゴルフレンジャーイエローでした。